Amazon kind Amazon Kindle 3 o n Kindle は、a m a z o n .com が製造・販売する電子書籍リーダーや電子書籍、電子書籍閲覧再生専用アプリ、または関連クラウドサービスなどの総称である。ジェフ・ベゾスが2007年11月に Amazon Kindle をスタートした。Amazon は講述するキンドルストアで購入した電子書籍を読むための方法として、 実写からは、Kindle 電子書籍リーダー内紙は、Kindle シリーズと呼ばれる、画面表示にインクを使用した端末と、Kindle Fire と呼ばれる、フルカラー液晶を搭載した、Android タブレット端末の、大きく分けて2種類の端末を販売している。また、他社製のタブレットや、スマートフォン、コンピュータから、電子書籍を読むために、Kindle 無料アプリと総称される各種アプリケーションの、 配信も行っている。特徴電子ペーパーの一種である、インクディスプレイを搭載。同種の機器に対する強みは、携帯電話網を利用した高速通信ウィスパーネットを利用することで、PC を介さずに、電子書籍や新聞記事がダウンロードできる点にある。携帯電話会社との契約は不要で、kindle ストアとウィキペディアのサイトであれば、無料で接続できる。 それ以外のサイトは有料となる予定であったが、第2世代、第3世代では無料で利用できる。ニューヨークタイムズなどの新聞、タイムなどの雑誌、各種ブログをそれぞれ有料で購読できる。購読している定期観光物は、電源音、またはスリープモード中であれば、自動的にダウンロードされる。キーボードによる入力が可能であり、 内蔵辞書の検索やメモの記入に使える。辞書は単語にカーソルを移動すると自動的に標準設定した辞書の内容が表示される。初期の製品はハードウェアキーボードが搭載されていたがキー自体が小さく視認性に劣り高速に入力するには実用的でなくまたキーボードの部分が デッドスペースとなった。第四世代、Kindle Touch 以降の製品では、画面上のソフトウェアキーボードで入力する形式に置き換わっている。USB ケーブルで、コンピュータと接続して、テキストファイルや PDF ファイルなどを転送できる。HTML やマイクロソフトワードなどのフォーマットを直接読めないため、モービポケットが配布する無料ソフトか、 オンラインでの変換が必要になる。音声出力に対応した端末では、MP3 などの音声ファイルをコピーして、内蔵スピーカーやイヤホンで聞くことができ、朗読書籍も、Kindle ストアで販売されている。また、大部分の英語のコンテンツは、音声合成に対応しており、テキス t 2 s p e e c h という機能で読み上げを聞くことが可能で、再生スピードも変更できる。 ペーパーホワイト世代以降はフロントライトと呼ばれる画面周辺に仕込まれたライトにより画面全体を一様に明るくする技術を搭載。コントラストの向上と単体での暗所での使用が可能になった。しかしこの世代以降の機種は音声出力に非対応になりテキスト2スピーチ機能も撤廃された。第2世代モデルは英語と ギリシア文字のフォントにのみ対応していたが、第3世代モデルからは日本語、中国語、韓国語、キリル文字などの表示に対応し、日本語ファイル名のテキストファイルや、PDF ファイルの表示、英和辞書などの利用が可能。第1世代キンドル1キンドル2第2世代キンドルには、当初、第1世代と同じくスプリントの EV、 Do 接続による US 版、HSDPA も接続による国際版があったが、US 国内版は生産中止となり、アメリカ国内でも国際版のみの販売になった。k i n d l e 3第3世代当初、Kindle という名称で発売。第4世代の発売後も、Kindle キ,キーボードに解消した上で販売が継続された。ユーザーやメディアからは、k i n d l e 3の通称でも呼ばれた。 第4世代、第5世代、第6世代、第7世代、第8世代、第9世代、第10世代、第11世代、Kindle Paper w h ホワイト n d r ロイドをベースとした、モバイルオペレーティングシステムである、FireOS を搭載したタブレット端末。前述のインクを搭載した、Kindle 電子書籍リーダーとは異なり、フルカラーの液晶ディスプレイを備える。また、 一般的な Android タブレットと異なり口述のモバイルアプリケーションに相当する機能が標準で組み込まれており、シームレスに Kindle ストアから電子書籍を購入できるのが特徴である。スマートフォン、タブレットやパソコン向けに Kindle 無料アプリを提供している。ダウンロードしたコンテンツは同じアカウントで登録されているすべての端末で読む。 ことができ、進捗状況や位置能などが端末間で自動的に同期共有される。各言語の辞書をダウンロードし、文中の単語の意味を調べることができる。また Web 検索や Wikipedia 内検索機能を備える。モバイルアプリケーション2009年3月4日に、iOS 版、2010年2月18日に、ブラックベリー版、2010年6月29日に、 Android 版2011年1月4日より Windows Phone 版の読書アプリ Kindle を公開している。日本向けは2012年10月25日に iOS 版、Android 版のみ公開。Kindle for PC2009 年11月10日に Windows PC 向けの読書アプリ Kindle for PC を公開している。 日本向けは2015年1月21日に公開。Kindle for Mac2010 年3月20日に、Mac 向けの読書アプリ、Kindle for Mac を公開している。日本向けは2015年2月13日に公開。Kindle Cloud ー e a d e r 2 0 1 1年8月10日に、Web ブ,ブラウザで読める読書アプリ、Kindle Cloud ー e a d e r を公開している。 日本向けは2014年9月19日に公開。日本向けはリフロー型電子書籍などにおいて、似たような場合があり、Kindle for PC のダウンロードを案内される。Kindle クラウドリーダーでは漫画のみを読むことができます。その他の Kindle 本を読むには、Kindle 無料アプリをダウンロードするか、Kindle 電子書籍リーダーをご利用ください。どの中記がある。2007年。 アマゾンは、Kindle ストアの名称で、同端末、アプリ向けに、電子書籍の販売等を開始。アマゾン書店の電子書籍を有料で購入できる。すべての書籍の序盤の数ページは、サンプルとして無料。また、新聞、雑誌は、無料購読期間を設けていた。米国では、ソニーリーダーのオンラインストアでは、 大半のベストセラーが16ドルで販売されている中、アマゾンはこれを9.99ドルで販売するなど、再三度外しの戦略で新規購読者の開拓を狙い、2009年5月、紙媒体の売上げの35%にまで達すると、2011年5月、紙媒体の売上げを上回る105%にまで達した。2016年8月3日、月額定額制で、 小説や漫画、写真集などが読み放題となる、Kindle Unlimited のサービスを開始した。Kindle Personal Document Service は、個人的なドキュメントファイルや画像が、Kindle 端末で、閲覧可能となる無料のファイル変換サービスである。ファイルをメールに添付して、各 Kindle 端末ごとに割り振られている、Send to Kindle email address と呼ばれる、 固有のメールアドレスに送信すれば、Kindle フォーマットに自動変換されて届き閲覧できる。各ドキュメントファイルは、Kindle ライブラリに最大容量 5GB まで自動的に保存される。保存された各ファイルは、アカウント登録済みの端末に配信できる。Kindle 向けの電子書籍を作成するために、Kindle パブリッシングプログラムスを無償で配布している。 以下のソフトウェアを配布している。例えば、A4 用紙向けの PDF を読むのは、Kindle の画面サイズが A4 よりも小さいため、読みづらいが、別のソフトウェアで一度 PDF を HTML に変換して、それを k i n d l e e a g n で m o b 形式に変換すると、Kindle で読みやすい形式になる。Kindle で採用されている AZ 形式は m o b 形式に、 独自の DRM を付けたものである。パルモス時代の都合から、モビ形式は拡張紙に PRC を使っている場合があり、モビポケットクレアトールなどはこちらの拡張紙で生成する。HTML5 及び CSS3 をベースにした、a ず形式に変わる電子書籍フォーマットである、キンドルフォーマット8を2011年10月20日に発表した。 専用端末キンドル4以降が対応している。アマゾンキンドルストアで本を出版するためのサービス。出版コストなしに世界中で販売することができる。音楽や映像がデジタル化されたのと同様、本のデジタル化もソニーリーダーをはじめとして過去に様々な試みが行われているが商業的に成功しているとは言い難かった。アマゾンは 本のための iPod をコンセプトに開発に3年を費やし2007年11月に Kindle が発売となった過去の失敗を克服するために次のような点が特徴になっている端末に関する評価では第一世代に対する批判として端末の値段が非常に高価である端末のデザインが悪い PDF ファイルが読めないディスプレイがカラーではない 電子ペーパーの特性としてディスプレイの応答速度が遅いなどがあったが、第2世代やデラックスではデザインが改良されたり、PDF ビューワーが搭載されることで改善が図られている。端末の販売は当初順調とは言い難く、Amazon は発売から2011年6月現在に至るまで販売台数を発表していないが、 発売開始からおよそ1年後の2008年11月での推定では約24万台のみ売れたとされ、ヤフーテクノロジーサイトなどでも2008年のワースト製品に選ばれていた。しかしその後、2009年の第4四半期には全世界でおよそ150万台が売れたとされている。2010年8月発売のキンドル3から急速に売上を伸ばし、 2010年に800万台販売し、累計1000万台以上販売したと推計されている。専用端末の価格が1万円程度まで下がったことが売上げの増加の要因の一つになっている。2011年に入ると、紙の書籍よりも、キンドル書籍の方が売上げが多くなり、2011年4月1日現在、 紙の書籍の1.05倍の冊数を売り上げていて、2010年の同時期の3倍のンドル書籍を売り上げている。アマゾンは2010年1月21日に、作家、または出版社が設定した価格が2.99から9.99ドル。電子書籍の価格が、紙媒体の書籍の最低価格より20%以上安いなどの条件を満たした場合に、作家や、 出版社に支払う印税を電子書籍の表示価格の35%から70%に引き上げた。さらに Java による Kindle 向けアプリケーション開発キットの提供を発表した。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます Kindle ストアに関するカテゴリー。ありがとうございます。